がね、ほとんどボルトで止まってるような感じ。旧車系 YouTuber ひでチャンネルです。いつもご視聴いただいて本当にありがとうございます。温かいコメントや高評価のグッドボタンなどいつも本当に励みになります。今日はね、はい、ケンメリのガラスですね。ガラスを外す日が決まりました。今週の土曜日、午前中のうちに外すそうです。でもね、ガラスを外すところは、撮影は NG ですよっていうことだったんで、とりあえずこうやってビフォーアフターでお送りしたいと思います。はい、これがねビフォーですね。はい、リアガラスもこんな風になってますよ。ケンベリのね、このリアガラスからトランクにかけてのライン、これがねハードトップ2ドアのすごいいいとこですよね。いいと思います。この流れるようなラインどうでしょうか。かっこいいですよね。これは4ドアにはない2ドア独特の形状です。で、ガラス外れるんですけど、こっち側のねモール類、こんな感じ、まだ全然手をつけてない状態です。もうガラスも残っちゃってるんでね。で、モールはねガラス屋さんが来る前に外してあげておいた方がまあいいかな。この辺がねちょっと絡むわけです。でここの上の部分はね残しておきます。下の部分も残しておきます。これはねとりあえずこのサイドと、ね、この横の部分、これは外しておこうかなというふうに思います。はい、じゃあね、今からケンメリの助手席側のモールを外していきたいと思います。運転席の方でやってるんでね、勝手知ったる自分のモールみたいな感じですよね。まあね、あんまり慌ててもねいいことはないんで、ゆっくりやりますけど、ノンストップでどれぐらいの時間でモール、ここのモール、そしてここ外れるかどうか一緒に見ていってくれたら嬉しいです。それではやっていきましょう。こんなのはね、外れる方から外していくといいですよ。はい、助手席側はピン錆びてますけど、全部受け取りできましたよ。次はこいつですね。これはね、ちょっとこじらないとダメかな。はい、オッケー。こいつも完全生け捕り。大丈夫でした。はい。でね、この辺外していくんですけど、まずはプラスドライバー。ここはねドアを開けないと当たるんですよね。リンクが取ってあるんで、ね、中からしか開かないような構造になってます。
運転席側はなんかちょっと外れにくかったんですけど、こっち側はどうでしょうか。はい、問題なく外れました。で、準備 OK って感じで、まあハンドアぐらいにしておきましょうか。でね、まずはこのモールですよね。はい、前回のよ、この間一緒に撮れちゃったんですけど、ここにね、この場所にこれがついてます。シートベルトのシートベルトを押さえとくやつですね。これはね、こっち側につけて、そしてウェザーストリップをつけるっていう感じだと思います。前回はね、一緒に撮れちゃったんですけど、こっちの方が正しいと思います。はい、でこれはね、ボンドでついてるんで、ね、少し揺らしてあげるとね、甘くなって、こんな風に発生します。で、ここ、差し込みになってるんで、後ろに引き抜いてあげれば、こんな風に簡単に取れます。で、前のこいつですね。こいつはね、もうほとんどボルトで止まってるような感じなんで、こんな風に簡単に取れますね。はい、こんな感じ。で、最後はこのインナーをウェザーする。これですね。これはね、ここの溝のところにキュッと挟まりながら、で、向こうと押し合いながらついてる感じなんで、押してあげて少し出す。これを繰り返し、ほら、ここが出てきたでしょ。とりあえず外側だけ全部、ね、こうやって出してあげれば、あとは簡単に取れます。これがね、下手すると破れかけてたり硬化してたりするようなところがあります。で、そんなのを無理やりやっちゃうととんでもないことになるので、そこはすごく慎重にやった方がいいと思います。だいたいね、この真ん中あたりはね、全然問題ないんですよね。まあ、ここなんかね、ちょっと破れかけてるんで、この角のところですね。なんで、こういう特殊、特殊というか、まっすぐじゃないようなところは慎重に。後回しにしてみて。甘くなってて、まあ、引っ張りが足らなかったんで開かなかったんですね。まあ、これは前向こうでやったみたいにね、ここのハンドル、ね、ドアノブのところ、ここのドアノブのところを調整する、これで直ると思います。ここですよね。ここにこれは後できっちりお見せしますけど、ここにこっちがついてますね。だから、そしてここ結構硬くなってます。これは元々なのか、それとも経年劣化で硬くなってるのかわからないんですけど、私にはここは注意が必要です。まあ、肝はね、
ここのコーナーの箇所とこっちですね。コーナーの箇所はこういうバールなどを使って優しく落としてあげれば。決して無理にやらないっていうのが僕ですね。はい。これでね、表側は全部取れました。なんであとはこんな風にね、優しく手前に引いてあげれば取れていきます。で、この辺で一回止めておいて、はい、こっち側にもありますね。でここにはね、ピンがついてるんですよ。ちょっと見てみましょう。はい、ね、ここのピンはこんな感じ。まあ、手前に1個見えてます。そしてこのね、ちょっと斜めになってるゴムの裏側にもあるんですけど、まあ、これ自体がねカチカチになってるんで、まあ、これは一緒に、ね、ウェザーストリップと一緒に外した方がいいと思います。これを外せばモールは全撤去ってことですね。で、ピンは取ることができました。あとはね、こっちの方向に引き抜いてあげた方が安全だと思います。ここをね、ギリギリまで外してあげて、硬いところは引き抜く。はい、これで取れましたよ。はい、助手席側のモール類全部取ることができました。こんな感じ。だいたいね、所要時間10分ぐらい、撮影してなかったらもうちょっと早いかな。こんな感じなんで、まあ、1回やったとこは覚えてるってことですよね。はい、こんな感じです。はい、でね、ウニウニ触ってたら、ここの下のモール、これもなんか取れそうですね。取っちゃいましょう。ここは真ん中で、下のモールは真ん中でね、こうやってジョイントしてあるわけです。引き抜くよっ。で、はい、こんな風にね、なんかゴムに貼り付けてあっただけ。これはどうなんでしょう、元来そうなのかね、リペアしたからこうなってるのか、ちょっと僕にはわからないです。これは整備要領書を見る必要がありそうです。はい、よっと、うわぁ、伸びる伸びる。はい、取れました。ね、どうなんでしょうね、これ謎です。まあ、これはガラス屋さんにね、やってやるかないか聞いてみた方がいいかなって思います。でもね、こっち側にはね、ほら、わかりますか、ここの箇所とここの箇所、で多分ね、このピンが本来ね、わかります、これがピンなんですよ、ついているんですけど、これはどうなんでしょうか。ガラス屋さんに土曜日聞いてみたいと思います。はい、でね、まあ、こっちが外れたんで反対側も回ってみましょう。なんかね、海にやつは取れたんですよね。ほら、こんな感じ。一回取っちゃうとね、意外に、うん、折れそう、怖い。これはね、なんかもうガバッとこんな風に貼り付いてます。これは貼り付けで止めてあった感じですね。もしかしたら一回ガラス外してるのかもしれないですね。はい、
上強い力を与えると取れます。取り付け純正じゃないですよね。なんかそんなのがしてきました。はい、取れました。でね、ごってりと、ね、なんでしょうかね、まあ、ガラスを止めてあるゴムのようなボンドのような、なんかそんなものですけど、ね、ピンは、まあ、この辺には多少生き残ってますけど、あとこれを完全無視してつけてあるような感じ。はい、ね、モールの内側はこんな風になってましたよ。はい、こんな感じ。でこれとかがピンですね。これでしょ。そしてこれ、これ、ね、これでね、ほらこんな風にめっちゃ伸びる。なんか練り消しみたいなやつですね。こいつらも綺麗に しましょう、ね、やることいっぱいある。実は例のあれを落札できたんですよね。で、ボンネットなんですけど、まあ、今日ここに今までついていた FRP のボンネットがあります。で、この前ラパンにはちょっと乗らなかったんで軽トラを借りてきました。で、これで軽トラに乗ればそのまんまね、落札したところまで取りに行って、そして戻ってくるっていう感じです。なんでね、乗るかどうか一回試してみないと不安なんで。はい、ね、カリーの新車ですよ、これ新車。台車でね、貸してくれたんですけど、とりあえずこれで取りに行こうと思います。でね、横幅は乗りそうですよね。なんでちょっと積んでみます。ケンメリのボンネットです。これをよっ、あ、楽勝ですね。はい、こんな感じ。全然楽勝で乗りました、ね、まだね、横は左右との隙間ありますよ。こんな感じです。真後ろから見るとほら、こんな感じになって、もう全然余裕ですね、まあ、あとは当日シートかけて、ね、これで飛ばないようにすれば走れると思いますよ。最後までご視聴いただきありがとうございました。もしこの動画が良ければ高評価のグッドボタン、そしてチャンネル登録がまだの方はぜひチャンネル登録をお願いします。それではまた次の動画でお会いしましょう。バイバイ。